諦めんぞ。よし、影。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは検事、信頼と安心の当時で酒売り、そんで島一番の山師、タカをアザモウラから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口に合ったようで。もっとよこせって。もううるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できたな。本当にやるつもり。タカのためだから。
アザモウラはどのようなありさまだ。歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか、下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ。でも火事場で働いているやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時に、こいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど、安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね。あいつはどうにも。口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。モコだ。はあ、二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。分かった。構えて。身を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってのに。ナースだ。ナース、ほれ酒だよ。酒か、ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。まさかうまくいくなんて。ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、裏の半分が焼かれてる。お別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら俺が死ぬんだろ。分かってる。この上、見て、門のそば。あれが一人の頭か。クズめ。あやつ、捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。おうぞ。
行くぞ。 Zerchten hoch den Schuh! おい、どうした？鍛冶屋の鷹という男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、鷹がいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だから鷹を殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、鷹がやられる。 人を見失う。先に鷹を見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。早く縄を解きな。ドア。 この前殺された連中と違って、俺は逃げ切ってやる。
Nick Wolf. やめてくれ。姉さん。タカ。何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。ではそこから出るぞ。向こうの店。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこも登れそうだ。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。Here you, huh? Tindwen, Han! Tindwen, Han! Yaks to see! Tindwen!
腕試しといくぞ。 まだこっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いいえ、でももううちには戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。お前はいい子だな。 夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先でイズハラを見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ。来て。タカ、寡黙だな。 もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。 気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだな。お主らは小松へ。 俺は後から向かう。ジン、ありがとう。
かかってこい! あつちゃくさ! ヘリヤーチング!待たせてしまったな。酒井様、ありがとうございます。さあ、早く逃げよう。どうぞ、お受け取りください。走れ、影。 내기용 하신 慎重に勝負! 発射やプロセロの!
Цей ямар тааж битэн байгаарэ ахад үцэр бол өгтөв болох нь Өдөөгөө ч хар та.
Hui! Harbo!
血を抜き! Parcela! Den Hunde ist der Kolloch, Justo. Marnegio Harbo! Jobtje Hodge, die Knepel kommt da. Tentwein! Parcin! Ямар нэг юм харв уу? Тэр тэнд ой, өнөөх их чам. Тэр тэнд байгаа тэр биш үү? Уцаа дэрж мэдэн, сэрэмжтэй бай. Дараа муу царч чадахгүй. Ah!
Gentlemen! Sonsu Shu! よし、いい子だ。かけろ、影。
腕試しといくぞ。 走れ、影！ 加減はせんぞ。
どこも蛮兵だらけだ。これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。お侍、アザモウラを取り返すためお力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに囚われた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。門に来ます。かかってこい。発射やると言わさっちゃった、うん、魚がなければお前の飯はない。俺たちの飯もない。食い物がいる。魚を取れ。
Martina! まだ兵がおります。 しろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。どうか鍛冶屋もお助けください。どこかの家に囚われているはずです。 たちの期待事を後ろ断れば首を切り落とす。断せんの腹に鉄筋縄を解け。
お侍、この縄を切ってくだされ。待たせてしまったな。もう安全だ。タカという鍛冶屋のように、わしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。 좀 봐가라. 安心するな、行け。 Thank you.
やめろ。 本に来ます。ここで死ぬかと思いました。動けるな。 何が望みだ。 내게 못 했어. いかにも猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。猛虎の隊長に家を乗っ取られました。どうか奴も退陣なさってください。 新しい網を作れ。
馬が歩かなくなれば俺は蹴る。お前が動かなくなれば俺は蹴る。さあ働け。蹴られたいのか。侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。Come on!
よし、影。よし。金、材木、布を扱います。お役に立ててください。さあ、どうぞ。これほどの品はありません。さあ、どうぞ。では。お達者で、お侍様。仲良くやっていこうな。影、さあ。鎧を仕立て直しましょうか。何を直しましょうか。より頑丈になりました。これで安全です。より頑丈になりました。酒井様、よろしいでしょうか。話があります。飯を探していただけなのに。ああ、何事だ。ここではお話できません。こちらへ。
兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、滅相もありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何をか申してみよう。村の春尾がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出てそのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと？それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。
誰が相手だ。 待たせてしまったな。ここで死ぬかと思いました。道中気をつけよ。どうぞお受け取りください。 報いを受けさせましょう。
この近くに役立つものはないか。残念ながら。ですが神社をお参りすれば手を差し伸べてくれるはず。鳥居を見つけて社まで進めば何かいただけるかも。神の加護を受けた御符があるというな。ぜひ手に入れたいものだ。来い。入る。これ、何コンジュームyou
ハルオとやらはここで雇うとあっておるそうだが、人はおらぬか。調べてみよう。さらしぬのか。わずかに血が、おそらく朝出だな。誰かの飯、食ったばかりだ。 灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。これは確かに怪しいな。一度隠れて、春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。 猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた？神社のご神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どう
どこに運ぶつもりだ。誰が来ないかよく見ておけ。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが、今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか？馬だ。猛虎、隠れろ。去ったな。行くぞ。ああ、運が良かった。この前、タモンが見つかったんだ。騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になった。いっそみんな殺してくれるやな。さっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。アリ塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃあ早く済ませよう。何をしておる。ご神体を埋めることになると。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ。嫌な感じがする。よし、これで安全だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマウラから猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。どうした、みんな置いてきたのか。小屋が見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数え切れないほどです。戦える者は俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。フグは手近な者を使え。猛虎だ。四方から来るぞ。隠れ。
わけない。誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。この者らは猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え人助けをしたいのです。ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。やめて、頼む、娘が待ってるんだよ。止まれ、野党どもが何の用だ。村には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうとも、かくまってやってくれ。ですが、信用できません。こやつらは猛虎と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるなら、門を開けろ！こいつらを通してやれ！酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。いつかお題。かけろ、かけ。勝負しろ。
坂井様、雅子様が菰田の浜の方へ馬でかけていきました。足立殿とご子息が亡くなった地だ。浜には猛虎がはびこっていると聞きます。雅子様の身が心配です。猛虎の身の方が心配だ。だがそうだな、助立ちに参ろう。お譲りいただけるものはございますか。走れ、かけ。手は誰だ。逃がしてやる。ああ、助かった。ありがとうございます。もう安全だ。お役に立つと良いのですが。友を弔ってやってこい。
かけろ、かけ。ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か。わかりません。ですが、なぜか泣いてました。
ばかりか。ここだ。よし、影。
perdiu? Cheio, Orsa. Junto haja o Dopoli. Hindman! よし。 さあ、かかってこい。 Let's go!
待たせてしまったな。ありがとうございました。さあ早く逃げよう。どうぞお受け取りください。堺様。ケンジ、何をしておる。ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした。いやいや、猛虎があっしらの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。あっしらだと？お前の畑なのか。あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。もうこの野営はどこだ。数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか。それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなけりゃ。何か手を考えねば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから。畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。なぜ逃げなかった。あっしはバカばかりやってきたから、生まれ変わりたいんです。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。お前の策とは奴らを怒らせることか。まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです。あっし、あなた。お前とおるといつも何かに入る羽目になるな。明暗でしょ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様来ましたよ。おでけんたるけんたち。あ、そうだ、全部やる。ほら持ってけ。バスター森ガフ。待て待て、あれはミヨ。ミヨは俺の馬、俺の。なだまたつ、もるびくにくぼっそ。あいた。堪忍して、ミヨ。おい。
まさかうまくいくとはな。So nasi mo gonkil den havas harvat weißen tank twin han信じられん。助かったぞ。食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ、あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ。すべてあいつが撒いた種なんです。モーコと取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。訳を話せ。モーコに食い物を売ると言って、わらと木くずをやってみたんです。儲けるためか。畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか。こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて、村の門が捕まって、食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか。え、いやいや、間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。猛虎に殺されずに済んでよかったな。すまなかった、助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まらせろ。おっと、また余計なことを言ってしまったみたい。では達者で体に火をつけて猛虎の火薬に飛び込め。
走れ、かけ。さあ、よし、いい子だ。かけろ、かけ。よし。
走れ、かけ。ユナ、お主か。デン。ふっ。待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。出迎えは殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ？村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。
嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたのだ。そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋だ。戦いそうにないね。全て一人で討ち取ったとは見事だ。稽古したから。矢の余りはあるか。使ったやつを引っこ抜いてまた使うのさ。それで十分。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った。しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか。ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば血の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。酒井様、姉さん。タカ、あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか。どういったもので。叔父上を救いたい。兼ねたの木に囚われておるのだが、守りが固く。人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる。嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。試しと行くぞ。邪魔が道路地にあぼるな。幸男か。はい。タカが火事場で待っておる。お待ちを。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。ふっ。ありゃ誰だい。知るかよ。隠れろ。Thank you.
ユキオの使いだ。生きてるの？ついてこい。火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。この方の強さと言ったら、まるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。 火事場は火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。
仲間は一体なんで裏の奴らはどこに消えた。知らないよ。お願いだから殺さないで。Negium Harsinta, you win. どうもありがとうございます。まだ気を抜くでない。カジマまで行けるか。ええ、なんとか。みんなついてまいれ。あの方は何者なの。話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないみたい。そうかもね。姉さん、心配させやがって。火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよ、ここで猛虎を迎え撃つ。
どうしよう。休んだろう。こいつらカジバに入った。すぐに蹴散らしを。カジバに入られた。止めるぞ。お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。
早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろう。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から切られている。酒井は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大原国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。たかが仕事を終えるまで叔父上をお助けにはいけぬな。ユナに話を聞いてみねば。先日くるくると回る鳥の群れを見つけて不意に行ってみたんです。それはそれは美しい場所で、時が過ぎるのを忘れるほど眺めておりました。そうしたひとときは救いになるな。我らのような武士も戦の前には景色を楽しみ和歌を詠むことがある。和歌には戦に向けて心身を整える効果があるとか本当でしょうか。いかにも。だが武士でなくとも和歌は読めるぞ。耐えて差し上げましょうか。今の切れ味でご満足ですか。鉄すら切れるでしょう。また来よう。その太刀でどうか我らをお守りください。
手に入りにくいものが揃ってますよ。うまくお使いください。道中のご無事をお祈りします。子供に食べさせるものは残ってる。米が少しだけ。どんな鎧でも結構です。金、材木、布を扱います。お役に立ててください。恐れながら数が足りませんね。さあどうぞ。では目的を達せられますよ。さあどうぞ見ていってくださいよ。酒井様、私の名は玄宝。疲れた民を励まそうと努めております。良い心がけだな。菰田の浜で亡くなったお侍様たちを忘れないためには言葉だけでは足りません。そこで武家の家紋が入った旗から勇気を授かり、猛虎に屈してはならないと皆に伝えようと考えております。登り旗は見つかりましたか？ちょうど今足立家について記された巻物を読んでいたところです。初代は対馬の始祖と呼ばれてたそうですが、そのいわれはご存知ですか？島中にある篝火台と有明の小金寺を建てたからだな。叔父上の城の守りを強くする際は足立殿も手を貸してくださったらしい。建物の弱みを見つける際もあり、槍川の反乱の折も尽力された。さようなことが。教えてくださり恩に来ます。感謝の印としてこちらをお納めください。お達者で。登り旗はございましたか？武家のお話をご存知なのは今や対馬には数えるほどしかおりません。どうかお話をお聞かせください。うん、今から少し昔のことを。賊に囲まれたことがあってな。一人で戦おうとしたところ、急に奴らが背を向け森の中へと逃げていった。振り向くと長尾家の弓取りたちが丘の上に列をなし、空へと矢を放っていたのだ。赤子の頃から鍛錬を始めた者たちだと賊も聞いていたのだろう。おかげでいさかいはその場で終えることができた。
その夜酒でもてなしたことは言うまでもなかろう。素晴らしいお話でございました。他の者にも聞かせてやらねば。あなた様のご助力ありがたく存じます。他の武家の旗がありましたらお持ちいただけるでしょうか。